もったいないっていうとこからスタートして、最後まで使い切ろうっていう思いがあったんで、うちの今やってるサイのコンセプトがそこが原点、まあ、シンプルなデザインではあるんですけど、ゆったりめに着れるようになってる。昨年の比較がちょっと面白かったんで、またやってほしいというのは声もあってですね、さらにあの伸縮性に富んだこのジャージの素材、かなり伸びるんですね。軽く着れると、それから動きやすい。奥様とかお嬢様とかのブラウス、ワンピースを使って裏地にご提供させていただくと、オーダーメイドの本来の楽しさというものを一緒に追求させていただければ。子どもの成長に合わせてサイズを調整することができます。肩と首周り、ウエストはもちろんですけども、スカート丈も調整することが可能になっております。娘がおりまして、小学校2年生なんですけれども、一度だけ使ってしまってあるっていうのはすごくもったいないので、作ろうと思いました。昔東北の山仕事とか作業着として着られていたもので、山シャツというものがあって、木くずが入らないように爪襟の仕様になってたり、キュッとした袖になっていたりっていう工夫があったり、暮らしの中で擦れやすい部分に当て布をしてミシンでステッチ掛けをすることで補強をして長く着られる仕立てにしています。もう遺跡を、まあ、イメージした製品にしてます。一流の、ね、デザイナーさんが賛同してくれるっていうのはすごくありがたい。ミシンの調整や糸の調整等々、何素材に対応する力が幅広い層に来てもらえればいいな。高品質な素材と出会えた。綺麗な首に沿わせるために一枚の布地を立体に作り上げている。シルエットに綺麗に沿うように手作業で作っています。この一着をお客様に届けるために時間と手間をかけて、私どもの思いを伝えた方がいいだろうと。使わなくなった衣料やペットボトルを糸に戻して、テキスタイルに仕上げたものを、サステナブルを意識したリサイクル紙を使ったものを、商品化してみました。旅先に持っていく、畳めるってことを中心に考えたいので、ポケットブルになるもの、畳んでもシワになりにくいもの、テレワークっていうのは増えてますが、その中で着ていただけるような素材になるかなと思って作ってます。気軽にパッと着れて1個のボタンで、あとは用途に合わせて紐でベルトをつけれるというところですね。 V の字にこう出すような感じです。非常にちょっと縫製も難しくて、縫う人の腕ですね、アイロンワークだったりミシン工程だったりですね、ブラックフォーマルをやってきた技術を生かしてですね、いいものを届けたい。私たちにも差し子のダウン作ってよというリクエストがありまして、京屋さんの差し子を第2弾として、展開していきたいなと。外見からはすっきりしたラインに見えて、着回しを選ばないような色、いろんなシーンで合わせやすい。とても着やすくて、シーズンも長く着れるし、ビジネスからプライベートまで幅広い着こなしができるデザインになってる。日本ホームスパンさんに特別に織っていただいた生地なんです。バス陣という馬の毛を使った芯を使ってます。何年着ても型崩れしない。見えないところにまで手をかけている。ゴージャス、まさにゴージャスの塊。